まず勝てたことがとても嬉しくて、自分後半から 出たんですけど、まあ、点取るために後半から出たんでしっかり決めれてよかったです。そうですね、まあ、決めれるチャンスも何回かあったんですけどしっかり決めれなくて、まあ、ゼロ点で帰ってきて、まあ、失点がなかったんでとりあえず良かったと思ってます。とりあえず点を取ってこれの一言で、まあ、自分点取ることが仕事なので点取れて良かった。そうですね、いいボールが高槻から来たんで自分合わせるだけだったんで入って良かった。そうですね、今までと違ってて、まあ、ウィングバックだったり高い位置でボール持ったりして後ろからのビルドアップであったりしっかりつなげるようなチームになってます。去年からずっと地区には負けてるんでとりあえず準決勝を勝って、まあ、決勝でもどっちが来るか分かんないですけど絶対勝ってインターハイ行きたいと思います。はい、まあ、昨日の1試合目から、まあ、あんまりいいゲームはできてなくて、まあ、プリンスリーグと違って70分なので、まあ、早い時間帯で点取れることだったんですけど、まあまあ、相手も後ろにディートリーとして点取ることはできなかったんですが辛抱強く守りで守って一周日からいい攻撃というチームスタイルが出て、まあ、セットプレーですけどこう、まあ、攻撃の形で取ることが、まあ、優先的には一番いいチームとしてもいいんですけどセットプレーで、まあ、練習通り取れてよかったかなと思います。まあまあ、相手も後ろでトップだけ残してあと全員引いてたんで、まあ、引き出そうとしてサイドから内に内から外に散らしていこうかなと思ってたんですけど、まあ、みんなバタついてたんで自分が散らそうかなとは思ってたんですけど、まあ、なかなか難しかったです。もう息持ってたんで信じてましたし、まあ、セットプレーは得意としてますし練習通り入ってよかったなと思います、まあ、チームとしても個人としてもまだ結果的にも満足しない部分もありますし、まず全員チーム一丸となって謙虚にしていい選手に勝ってインターハイで結果を出せるようにまずは地区そして決勝みんな優勝したいと思います。勝てたことが嬉しいです。すいません、前半は前から行こうって言って前から生きてたんですけど最後の点につながるっていうところがつながっていなかったんでそこがダメだったのと守備も危ない部分があったのでまだそこは練習からやっていこうかなと思ってます。で後半はその点が入ってから落ち着いたかと思ってたんですけど相手も前から来たんでそこを逆にカウンターの形でやったら相手も入りにくいかったのでそれも置いて取れてたのか取れなかったっていうところが自分たちのまだ課題かなと思ってます。監督からはそのゲーム運びだったりその時間帯によってそのスループレーをしっかりと理解しておけっていうのを言われました。点が入ってからはそのまだ終わってなかった終わってないんで集中切らさずに守備しっかりとやってもう1点欲しいなと思ってました。まあ、去年と違って、まあ、攻撃のバリエーションが増えたのかなと自分は思います。そのウィングバックだったりちょっとフォーメーションが変わっても攻撃の形っていうのがあるのでその攻撃がもっと点につながればいいかなと思ってます。まあ、去年自分は1年間出してもらってたんですけど結果が出てなかったんで今年は絶対に結果を出そうと思っているのであと1週間あるのでしっかりと準備して準決勝にまず勝ってその後決勝で東福岡を出したいなと思ってます。